なんでやり抜く子を育てたいのかその理由を解説しますはいこんにちはライフコーチのミスターカチですやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいということで今日のテーマはこれですなぜやり抜く子を育てたいのか ということで、2021年5月、今年の5月にやり抜く子と投げ出す子の習慣という本を全国出版させていただくことになりましたなんでその本を書こうと思ったのか とということですよね、はい、その理由というか、まあこれなんでヤイヌックを育てたいのかって僕ね、どうしてもヤイヌックを育てたいんですよ。その理由をこれから先何度もお話しすることになると思うんですけど、今日はね、一発目、一発目です。頭の中まだまとまってないんですけども、今思ってることをとにかく言葉にしたいなと思い、えー、っと今日は動画を撮影しています、えー。この動画を見ていただければ。 自分の子供をや,るやり抜く子にしたいって思っていただけるのではないでしょうか多分そうなっていただけるように頑張って努力して一生懸命お伝えさせていただきたいと思いますので最後までご視聴ください。 はいえー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための関わり方にフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいはいそれではいきましょうなんでどうしてもやり抜く子を育てたいと 僕は思っているのかいややり抜く子を育てなければいけないのかそれは僕は自分がやると決めたことを諦めるそんな子供をなくしたいんですよやりたいことを諦めるそんな子供をなくしたいんですだからですよ はい、もうその一点につきます自分がやりたい目標やったり夢やったりこれねこれやってみようと思うことそれを諦めてしまうそんな人生を過ごしてほしくないからですはい、えー、なぜかそれはね昔の僕がそうやったからもう完全にそうでした小学校中学校高校その時の僕はやり抜く子ではなくて投げ出すす子やったんです小学校の時もう自分に自信がなくて自分のことが好きじゃなかった えっとやろね、好きな女の子がいてもそのどうせ今、僕が、ね、話しかけてもどうせ振られるんやろうな気もいって思われるんやろうなと思ったら話しかけることすらできませんでしたバスケットボール部入りたかったですよでも僕よりも足速い人背高い人見たら僕がやってもどうせ試合に出られへんのやろうなってそう思ったから僕は漫画部に入りました、はい、そんな感じで、ね、やりたいことどんどん諦めていったでも勉強は良かったんで成績が優秀やった優秀やったそして中学受験に 合格したで中学に入ったら今までの僕のことを知ってる人は誰もおらへん中学デビューやーと思って大好きなバスケットボール部に入りましたよで自分らしく生きようと思って自分のそのままを表現しましたよだけどねどれだけバスケットボール部練習しても試合に出れなかったんですはいもうその理由はもう分かってますなぜかっていうのそれは自分が絶対に成功すると思うことしか 挑戦ししななかかかっったたら練習しなかったです例えば右のドリブル僕は得意ですよ右のドリブル得意だから右のドリブルばっかり練習してみましたで <laughs> すいませんちょっとプロテインが入っちゃってでね左のドリブルは苦手です利き手じゃないからでも左のドリブルは苦手やからこれやったら失敗するって思ったから練習できなかった 失敗することには挑戦できなかったんです。でもね、失敗することをやらなくて、できることしかやってなかったら、自分のスキルが上がっていかないでしょ上達していかないんですよ。だから、結局、あいつ右のドリブルしか使われへんで、って言って、右の方向を抑えられて、そして、もうそれで終わりですよ。ただ、左に行けないから、左のドリブルつけないからね。そうやって、もう全然上達できなかったんですよ。で、クラスでもね、自分が言いたいことばんばん言ってたよ、最初は。でも、あいつ全然空気読まれへんって。 言っていろんな人に嫌われるようになって無視されてそうなっていくと、僕も傷ついてしまって。 もう自分の言いたいこと言ったらダメなんやって自分が思うこと言ったら周りから嫌われると思って自分の気持ちを我慢して周りが求めてること周りの顔色を伺って空気を読んで周りがやってって言ってることをやっていただから自分がやりたいことじゃなくて周りが期待することばっかりやってたんですよそんなことをやってたら自分がやりたいことも分からなくなったでそんな自分が苦しくなって嫌いになって嫌いになってしまって高校2年生で僕は大好きなバスケットボール部を自分からやめましたよもうこれ以上はできへんと思って。 で、バスケやめてそこからいろんなことを挑戦した花音やったりギターやったり歌のスクールにも通ったオムライス屋さん郵便局いろんなバイトもやったでもどれも続きませんでした半年も経てば全部やめていったそうなんです。だから小学校の時に何だろうな自分に自信がなくなって自分のことが嫌いになってそれがそのまま中学校高校とずっとずっと続いていったんです 何をやっても駄目なんや何をやっても続かないって自分のことは嫌いになりましょうだって何やっても駄目やしどこ行っても嫌われるからそんな自分のことが自分で嫌いになったんです、はい、嫌いになったんですでそこからね大学に行く時にもうこんな自分は絶対嫌やとこれが最後のチャンスや社会に出る前に最後のチャンスやと思って大学はもうラクロスというスポーツに僕はやろうって決めました。 でそのラクロスとスポーツはみんな大学から始めるからスタートラインは同じなんです。だからそっ からの努力次第でで日本代表にももなれるるし活躍もできるこれはまさに僕のためのスポーツやそう思って大学その4年間をラクロスというスポーツにかけましたもう何の言い訳もしないもうこれをやり抜くんだって決めてでその過程の中で自分で目標を作ってそれをやっていくどんな苦手なことでもやり抜いていくんだって壁を越えて問題を越えてできないことができるようになって左の方にもドリブルできるようになってドリブルっていうかね左のねこのパスとかもできるようになってね そういういことで自分がやるって決めてできないこともできるようになったし自分のことだけじゃなくてチームの目標を考えなあかんそれチームの中で自分はどういう役割をやってそして自分はどういう練習をしなあかんって自分のことだけじゃなくてチームのことを考えながら練習するとかねそしてそれでどんだけ努力しても頑張っても何やろ審判がミスジャッジしたり自分の足が怪我してしまってプレーができへんかったりそんなこともあるんですよ。 でそういういのって社会の図やなと思ってもう社会で起きるじゃないですかどれだけ努力しても結果が出ないこともあるし自分のことだけじゃなくてチームのことも考えなあかんし得意なことだけじゃなくて苦手なことも挑戦しないといけないもうそのスポーツの現場がまさに社会の縮図やったんですよだから僕社会のリハーサルをその大学の時にできてでそこで学んだことっていうのが社会で生かすことができたんですよね、はい、でそこから僕はねやり抜く力を身につけて自分がやると決めたことを最後までできるように なったラクロスというスポーツも大学4年間続けられたし25歳から英語を勉強すると決めて30歳まで5年間英語を勉強してアメリカの大学院に合格することもできたそして30歳から教育をやると決めてからそして40歳今40歳この10年間このライフスキルの学校を立ち上げてそして立ち上げたのは7年前だけどこの7年間ね立ち上げてずっとずっと子どもの教育をやってきたやり抜いて超えたんですよ20歳まではずっとずっと投げ出す子やったけどさ、えー、と20歳 超えてから今はやり抜そうなったらねやっぱ自分がやりたいことが実現するしできなかったことができるようになって何ていうか自分がね毎日楽しくなったし幸せに生きられるようになったんです。はい、投げ出すこの時は自分のことが大嫌いで毎日が楽しくなくて全然幸せじゃなかった。でもやり抜く子になってからは自分がやりたいことができるようになってそして毎日が楽しくなって幸せになれた。そうなんです。 だから僕はね、子供たちに幸せになってほしい。だから投げ出す子からやり抜く子になったら、毎日が楽しくなって、自分がやりたいことができて、そして幸せになれる。そういうふうに思ってるんです。だから僕はやり抜く子を育てたいと思ってます。それは僕自身の経験。投げ出す子からやり抜く子に変わってから、毎日が楽しくなって幸せになったっていう経験と、これまで僕は1万人以上の子供と向き合ってきて、投げ出す子がやり抜く子に変わったら、その人が毎日、その子が毎日幸せそうで、目を輝かせて生きている。 僕はそういう子供を育てたいなと思ったから僕はやり抜く子を育てたいなとやり抜く子を育てるための本を書きたいなと思ったんです、はい、そんな感じですで僕はねこれまで自分自身の経験もそうやし、えー、と1万人以上子供と向き合ってきた経験その経験を通じて投げ出す子とやり抜く子には決定的な違いがあることが分かったんですその違いは ライフスキルなんですよ。 やり抜く子、最後までやり抜く子はライフスキルが高くて途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いんですだからやり抜く子になるためには幸せになって毎日楽しく生きるためにはライフスキルが必要なんですでそのライフスキルっていうのは僕がそうだったようにいつつででででも、も、もどこでも誰でも身につけられる技術なんですよ才能とか IQ とか学力とか一切関係ない自分が身につけようと思った瞬間からライフスキルは身につけられるでも子供 一人だったらなかなか難しいそこには親御さんのサポートが必要なんです親御さんご家庭で子供と関わる中で声掛けをする関わり合いをするそういう環境を作るそうすることで子供のライフスキルいわゆる非認知能力がぐんぐん高まってきて学校で学んだこととかその子が持っている才能とか魅力をうまく学校生活や学校以外でも発揮できるようになるんですだから僕は今回このやり抜くこと投げ出すこの習慣という本を通じ 子どもの非認知能力そしてライフスキルを高めるための関わり方を親御さんに身につけてもらって子どもが投げ出す子からやり抜く子に変わってそうなれば子育てもやらなければならないことからなんというか自分らしい子育てに変わっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます親御さんの負担もどんどんなくなっていきますあれこれ指示しなくても子どもが自分で考えて自分で決めて動くようになるんですそういうような世界を僕は作りたいというふうに思ってますだから 今回本を出版したいそしてやり抜く子を育てたいと思っていますはいどうでしょうかやり抜く子を育てたいと思いましたでしょうかやり抜く子というのは自分がやると決めたことをやりと決めたさ、え自分がやると決めた自分がやりたいことを最後までやり抜く子供ですもしそういう子供を育てたいと考えられた方そして育てたいなと思われた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですこのチャンネルでは 子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための関わり方にフォーカスして動画を配信しています、えー、興味がある方はポチッと押してくださいであとね概要欄も見ていただいたらやり抜く子を育てるための LINE 講座を、えー、とリニューアルして、えーとね、3月1日に えー、3月1日じゃないな正確に言ったら2月28日に、えー、配信することになりました、えー、っとそ,こそこではねやりぬくを,を育てるための具体的な関わり方とかこういう時にはこうしたらいいですよっていうお話をしていますそこでは質疑応答もやってますので、えー、どうかそこをポチッと押してもらって友達追加してもらって仲間になってくださいはい以上です The End それではワンダフルな一日をお過ごしください今日もありがとうございました バイバーイ